はい、超人予備校第15回本公演ラク大師です。今年は令和元年、そしてラクダ年ということで、今回ラクダのお話をやることになりました。今回あのね、お仕事について、そして砂漠についてを描いております。ですね、なんていうか、あのすごいブラック企業の勤める OL さんたちが、あれ砂漠行っちゃったよっていうお話になりますが、説明するとこういう話なんですけど、まあお子様でも見れます。でもやっぱ大人ね、働いてる人々にはね、グッとくるようなお話なんかなと思っております。まあ来ない人もいると思います。どうしてもね、今回はね、砂漠というものをやりたくて、よく人間のね、あの都会を東京砂漠とかそういう言い方しますけど、別にでも砂漠を調べると動物結構いてるし、水少ないですけど動物いてるし、それでもサボテンとかいろいろあって、それでも地下水とかもあったりして、独特の生態系があったりするのにわけですよね。でもあの人間っていうのはね、逆に人間同士は便利な不自由さがあると、でも砂漠にはね、あの、不便な自由さがある気はします。だからその辺をね、ちょっとね、書いてみようかと思ってきました。出演者が超人予備校から比叡田ミカエル、お松幸、山田信介、豊田圭、そして私マジハンター光之と百円池下敦子、あゆみ、チーチークイーンズからの、ルナ、森下真由美、ティッシュの会から森島正樹、ババロワーズから酒井慎吾、友井田洋、虚構戦団パラメトリックオーケストラから北野優作、そしてサカラクラブの銀のぼりゆうのすけさんがなっております。なかなか、濃いですね。今ねのレギュラー陣がね、結構入れ替わったりしておりますけれども、なかなかの、濃い友人でいきたいと思っております。ファースト、新しくなったファースト、2019年10月11日から13日までやっております。なかなかないお芝居、多分あのね、こういうお芝居をね、やる人はいないですなぜかっていうか、いろんな問題があるのでやらないので、こういう芝居がもううちしかやらないので、うちしかやる芝居をぜひ見てください。それでは、10月11日から13日ファーストの方で待っております。ではファーストで会いましょう。